ということで今からアボカドを食べます。いただきます。久しぶりに食べるわマジで。普通だな。へんてこちゃん寒天ありがとうございます。またさ、ちょっと硬いかな。もうちょいやばくてもよかったかも。でもね、多分スーパーでいろんな人がコネコネしたんだと思う。柔らかかったもんめっちゃ残り少なかったのあるんだけど、多分みんながコネコネしたからちょっと柔らかくなってて、あ、これいけるんじゃないと思って買ってきたら思ったより硬かったっていうの。でこの前の生ハムの残りもあるので、そちらと一緒にいただきたいと思います。オムライス食べたかったんだけど、なんか気分じゃなくなっちゃった。冬かけてるよ。アボカドの、マグロのアボカド和え、いいね。居酒屋とかで頼みたくなるやつだね。お酒飲めないけど、そういうお酒のつまみ系好きだから。生ハムに、あー、机に生ハムが、生ハムの上に置いて、やばい、すごいぐちゃぐちゃになっちゃう。あー出てきた出てこないで。また私が今から食べるの。ミラーボールありがとうございます。切腹さん、あ、最悪マジで。山さんに私でされないくらい自信を持ってハートマン。え、なんか結構さ、そういうなんかハケレスみたいな時にさ、なんかこうなんかやるじゃん、なんとかしてみたいな思ってる人に。そしたらさ、その人多分私じゃない人見ててさ、私じゃない人に多分やってほしいけど、私やっても全く気づかない時結構しょんぼりするからさ、本当に私なのかなって思うんだよね。待って、アボカドと生ハムうまっ。いや、わかんない、生ハムがうまいのかもしれない。アボカドは普通にうまいけど、もうちょいあれでもよかった、熟してるのでもよかったけど、これが一番熟してた、スーパーで見たやつの中では。アボカド食べれない、マジ。なんかね、私も最初食わず嫌いだったんだけど、サーモンとかと食べて、あれ意外と美味しいじゃんってなって食べれるようになった。うん、そういうことね、そう思われない声ってことね。いいよ、見ながら食べろ。うまっ。生ハムそのまま、え、生ハムそのまま食べるの好きだよ私。今日やっとね、納豆を買いました。今日スーパー行ってきたから。え、アボカドって1000円あるの。そう、これは壁シャツでしょってやつ。インスタのさ、あの壁シャツ撮ってるやつあったじゃん、みんなのマネーって載せたストーリー。普通にさ、私のファンの人がさやってたりとか、まあ他の人のファンの人でもさ、推しドリンクとかでやってるの見たからやってみたのにさ、なんかさ、そのストーリーの返信でさ、なんか、え、面白いとかさ送ってくれる人とかめっちゃいたんだけど、なんかさ、何人かめっちゃ冷たくてさ、
なんかそのやったことないバラとかの分かるんだけどさ、別にそれはいいんだよ。なんだけどさ、なんか何人かさ、めっちゃ冷たくてさ、そんなことしませんみたいな、そんなのやりませんみたいな、怖っ、めっちゃ怖っ、なんか怒ってるんだけど、いやし、お前の真似をしたわけじゃねえっつって怖っ、震えてしまった、マジ怖すぎ。わらとかついてたらまだなんかわかるじゃん。そう、そんなことしません、怖ーとかバカ怖ーとか思ってめっちゃ笑ってしまった、怖いとか。うちは 仲良し、いやずっと、もうめちゃ怖くて。だからなんかさ、そういう送り方してくる人何がおもろいんやろね。アイドルに対してクールな俺かっけえって思ってんのかな。全然思んないんだけど、なんかさ、そのなんていうの、なんかさ、いるじゃん一定数さ、こうなんかツンツンするのがかっけえと思ってるのか分かんないけどさ、なんか無駄にツンツンするさ、なんかツンツンしたなんか DM とかなんかリプとか送ってくるやつ、何がおもろいねん全然かっこいいと思わないんだけど。むしろさ、普通になんかさ、やってみようとか言ってくれる方が全然好感触だしさ、全然好き。なんかさ、別に多分そういう人ってさ、別にそんなかっこいいとか思われてとか思ってねえしとか多分言ってくると思うけどさ、じゃあわざわざそんなリプの仕方送ってくんないって感じだよね。そんな言い方するぐらいの送ってくんなよっていうね。すごいデレデレ、もうなの、まあデコ出したの可愛いもんね。メガネの鼻当て取れるんだ。そうだよね、メガネないと見えないもんなんだ。今年マッチ久しぶりにした。見て、今日 T シャツ可愛くね。ピクミン、ファンの人がくれたの。ピクミン、で下はスナイデルの、スナイデルとアディダスコラボの水色だった。そしたら花さんもさ、これとはまた違うんだけど、普通のアディダスの水色のこの同じような形でズボン履いてて、上も白だったから、お揃いだねって。スボのてっちゃん、鑑定ありがとうございます。なちゃんにツンツンする時はないし、いや多分度胸とかじゃなくて、多分それがかっけえとでも思ってんじゃない。くだんねー。でもめっちゃ水色白になってなかったね、ありがとう。最善でしょ多分だけど、わかんない、私の予想が合ってるのは最善の人でしょ。その髪型持てる、どうしようかなとか、別にダメではないかな、普通に。ただそんな頻繁にはやんないかなって感じ。しょうこぼさない、いやそれな、本当に怖え。おしゃれ T シャツ、そうだよ、みんなおしゃれ T シャツ選手権そう、今んとここれが1位なんだから、もうむしろこれしか着てないようなもんなんだから。いやでも1個ね、あのおしゃれなの着てたの。よいしょ。生ハムってなんでこんなさ、生ハムと生ハムをさ、こう剥がすの難しいんだろうね、思わん？トマトのり弁フェア出た、のり弁好きよ私。でものり弁ってうまくね。ちょっと一人で暮らし、あのお腹ちょっと出る短いやつ、あれよかった。おしゃれ T シャツ選手権、いや全然いつまでとか決めてない。タカさん推ししか勝たん、ありがとうございます。任天堂直営オフィシャルストアの商品、そう任天堂って書いてた、これかわいい、普通にかわいい。赤ピクミンは
君に強い青ピクミンは登れない、黄ピクミンは高く飛ぶ、紫ピクミン力持ち、ディナピクミン、どんな能力なんだろうね。タモちゃん、あまーい、ありがとうございます。ピクミンの被るな、めちゃくちゃいらんね。なんか前だってもらったし、あのピクミンのなんだっけ、ヘアバンドみたいな。今日うちは見えてたよ。だって見てたじゃん、そっち。え、見てたの気づいてないの。前のエコバッグ、私のエコバッグは100均だからな。100均のなんかマリメッコに似た、偽物マリメッコみたいな柄だから。今日で今年が可愛すぎて思わず話しかけてしまいました。毎回話しかけてください。うん、うんうん、マジうまいな、生ハムとアボカド。モンガの首がいらねえな、くっつけるとこねえな、かわいいけど。うん、うまい。いや、生ハム部はいいかな。そんな別に活動することなさそうだもんな。てか生ハム部入ったらあれじゃない、なんかもう顔とか激むくみしそうじゃない、めっちゃ生ハム食ってさ、次の日朝起きたら顔パンパンになってそうじゃない。だからたしなむ程度がいいな。生ハム部まで入っちゃうと、多分私むくみ特にひどい人だから、ちょっとよろしくないことになっちゃうから、私の顔パンパンで。だから生ハム同好会ぐらいでいい。部は無理、同好会で頼む。部活するとかいいよ、作んないよ。部員一人とかなりたくないもん。そうなんだよ、塩分過多なんだよ。でもサッカー同好会ぐらい、確かにね、サッカーの応援する部活。リフティングできるようになりたいな。天皇杯、川崎でしょ。え、川崎出身だっけ。プロセスチーズな。あー、チーズか。私チーズは好きなんだけどね、なんかああいう固形のチーズってあんま好きじゃないんだよな。いや、なんかね、なんかなんて言うんだろうな、味が濃すぎる。なっちゃん B リアル、あれエフェクトだよ、あれ。なんかね、そう、なんか何人かのファンの人からもさ、 B リアルやってるんですかみたいな来たけど、してないしてない、だって B リアルする相手がいないもん。
通に学生じゃないから私で、その通知来るのだるいし、なんかインスタのエフェクトでそう B リアルあったからえいいじゃんと思ってやってみただけで全然 B リアルやってない。で通知来るのうるさくない？この前なんか街で歩いてたらなんか近くにいた何人かのさ女子高生みたいな軍団からさ B リアルの通知になってさ、おいすげえみたいな、 BB さん和菓子ありがとうございます。え、そう調べてみ、インスタのエフェクトで多分 B リアルって調べて出てくるんじゃない？なんで私もなんか誰だったかな、私がそのインスタフォローしてる人が使ってるのの、そっから保存して使ったから、そうだから、え、あるよエフェクトで。マジ全然知らない女子高生たちかな、何人組かが。キャミさん甘いありがとう。飲み会終わった、お疲れ様です。何かどうですか？うん。だから普通にエフェクトです。さあ、生ハム最後1枚、これで終わりです。アボカドはもうなくなっちゃいました。ごちそうさま。48番で日中も5日もずっとハイハイしました。あ、じゃあ本名とやっぱ名前違うんだね、そのショールームの名前。今日久しぶりにさ、レディオネームのお便り読んだのにさ、クルタンにはクルタンにもともと渡す予定だったけどさ、クルタンが全然さ、なんか他のことなんかバチャバチャしてさ、全然私が返すのに気づいてくれなくてさ、テンパってちゃんとお返事まで全部考えしたのにさ、何にも言えないっていう。ちゃんと考えしたの私、あの返事ありがとう、今日私たちが楽しませるからみんなついてきてねって言おうと思ってちゃんと考えてたのなんだけどクルタンにお便りだと思った思ったクルタンが全然私に気づいてくれなくて、グルタンって思いながら、グルタンあなたに渡す予定だったのにって思って、そう何も言えなくて頑張りよって言ってはけちゃった最悪くしゃくしゃって握られてるよねグルタン、くしゃくしゃにされちゃったの。まあ、久しぶりの公演だったからね。 DJ きっと聞いてくれてるわ。でもまあその私が読んだその女の子だったんだけど、私がお便り読んだ子が飲み送りで今日読んでくれてありがとうって言ってくれたから嬉しいなって、よかったなって思いました。あ、そう前回のさ、前回のここ展の時の前方ブロック、上手前方ブロックの方の女の子の中に一人だけめっちゃユキリンさんそっくりな人がいて、そうびっくり、本当にめっちゃそっくりで顔の骨格とパーツが似ててマジでユキリンさんかと思って最初、でも誰推しか分かんないの、うちわとか持ってないから、まあ、でも見送りで見たら全然なんていうの、それは本人ではなかったんだけどもちろん、でもめっちゃユキリンさんに似てて、お忍びに見に来たんかなとか思ったけど違いました。クルタン警報、そうでもねクルタンね学校やらお仕事やらもありますからね、最近はちょっとね公演お休みしてました。いや見送りで声かけようと思ったんだけどスーンって通り過ぎちゃって、てかそのもうさ早かったから見送りが何も言えなかった、めっちゃにそっくりだった、本当にびっくりした、本当に似てた。いやさすがにさ、さすがにそのあれだったけど
めっちゃ似てて、でもその横に座ってた女の子はあのよく公園に来てくれる子だったから、でもだから多分そこと友達なのかなって思って、お見送りの時もなんかお話ししてたから、うん、その人見た、え見た、めっちゃ似てなかった、見送り早すぎる、まあそんなもんだよ見送りなんて。でもえ誰か見た人いない、めっちゃ似てなかった、なんか服装もちょっとゆきりんさんみたいじゃなかった、あのデニムのジャケットを羽織ってたんだけど、めっちゃ似てて、そうびっくりしちゃった本当に。土曜の公演、一個前の公演かな。の時、俺が行った公演、そうだね。この前の見送りの時、前の女性のうちがすごくて、メンバーみんなそれ見てたけど、わーって流れた。あれにの声かけなかったっけ？皆さんがもしゆきりんさんにおいできたら何したいですか、何したいですか、うん、何したいだろうね、何したいですかって言われると何もないな。ちょっとお茶っていうか今日飲むヨーグルト買いました、なんかヨーグルト飲みたくてっていうか、お見送り声かけたいけど結局みんな会釈するしかできなくて、ハイタッチ会が心配、ハイタッチは大丈夫でしょ。78番下マイリアですごく美人な方、その方なんじゃないかな。とりあえずちょっとこの生ハムのゴミ捨てて、あの今から飲むヨーグルトを取った、最悪醤油がこのシンクの中に飛び散った、服には飛び散ってないけど、この地味にさシンクのさこの周りあの横の壁のとこにさビシャってつくのが嫌じゃない大丈夫ね、オムライス作る気分になるといいな、よいしょ、うん、水垢とかで水垢はまあ気にはなるけど、でもそんなにがっつりではないかな、まあちょっとぐらい、うまっ、ん？でもヨーグルトだけどなんかあれの味もするな、ヤクルトとヨーグルト混ぜたみたいな味する、ファンの人で誰かに似てるって結構、そんなにかな、言うほどなんかえこの人に似てるみたいな人がいっぱいいるとかはないかも。重曹、まあ、重曹大事、ドトールのマスク、いやこの前さ私さドトール、あれドトールじゃなかったのかな、いやドトールだよね、うん、私たあのこの前天神にある皮膚科に行こうとして、天神北のとこのね、でその10時半からだったの、あの病院開くのが、ん10時半いや9時半んいや10時半かで、15分前にカルテを書かなきゃいけないから来てくださいって言われてたの、初めてだったから。で10時半に開くってことは15分前じゃ10時15分に行かなきゃいけないと思ったんだけど、普通に考えたら10時半に病院開くから10時半からしか無理じゃないって話なんだけど、まあ、一応10時15分に行ってみたの、でもやっぱ空いてなくて、じゃあ近くのドトールがあるからドトール行って、あのヨーグルトでも朝だったから飲んで待とうと思ったので、ドトール行ったの、
そしたらヨーグルトなくて、えみたいな、ドトールって常時ヨーグルト何かしら置いてるんじゃないのって思ってたからさ、なくて、えみたいな、ちょっとショックだった。朝からコーヒー飲んだ。えドトールってあるのよ、たまに飲むヨーグルトのな、フルーツ系のなくて、ちょっとショックだったその時。多分期間限定だったんだろうね、それは。ファン同士で、あ、ファンの人同士に似てる人がいる、たまに。めっちゃこの人とこの人似てるって。ご覧、お疲れ様、ありがとうございます。ベローチェのコーヒーゼリー、ソフトクリームの。ベローチェってどこだ。そうだからさ、あると思ってさ、朝だからヨーグルトにしようと思ってさ行ったのに、なくてさ、じゃあマックでよかったじゃんっていう。まあ仕方ないんだけどね、私が調べなかったのが悪い。でもまあドトールはあれが美味しい、黒糖ラテみたいな、黒糖ミルクラテ。土曜まで休みがっつり、がっつりリハーサルですね。次土曜日が多分2回公演の日だよね。明日もリハですね。めちゃくちゃ早いわけではないな、けどだからといってめっちゃゆっくりなわけでもないって。スマステのセトリミーティングはしてないです。多分あれでしょ、 H はしたっていう情報があるからでしょ。 K4 はまだしてないです。うん、土曜日、あれそうだよね、土曜日って公演、あれ土曜日公演じゃないっけ、公演だよね、あれだよね、あるよね。熱中症に気をつけてくださいと。俺なんていい人なんだ、ありがとう、気をつけるよ。曲ごとの表情の表現、ね、表現力あったかな。昼目撃者ここ点、じゃあ目撃者出てここ点だね。そっか、日曜日であれだもんね、あのハイタッチ。ハイタッチ会ね。でも今日のお見送りでさあちゃんが横だったんですけど、さあちゃんが今日そのユニット MC の時に、なんかファンの人を落とすにはどういうハイタッチをしたらいいかみたいなのをコッペに質問してて、でまあそれでファンの人がその MC を聞いたから、多分手を握ればいいんだよって言ってて、うわ絶対私はしないぞって思って私は絶対しないぞ。みなちゃんハイタッチ会って言われたらハイタッチしかしないから、手握んないから。いやしないよ、だってハイタッチ会だもん、握手会じゃないもん。だからもう握ってほしい人は握ってくれるこのとこに行ってください、私はしません。ハイタッチする面白い、ハイタッチはいいよ全然、握ったら殴ります顔を。握手だったらもうそれはだって握手しなきゃね、握手会ですから詐欺になっちゃいますからそう握ったらできんなので
えしゃくかハイタッチぐらいしようよ。なぎしねえさん必ず握ってくれました。いいじゃん、素晴らしいじゃん。でもそれは握手会だからね。でも普通に握らないでください。力の強さどれぐらい、私が込めれる力すべて。グータッチぐらい、あ確かにグータッチがいいね。絶対握んないよ。なんで握らなきゃいけないの。ハイタッチ会だからね、握手会じゃないからね。メンバー飛ばして連れてくるのかな。うわ怖え。だからもう、だから握ってほしい人は握ってくれる人のとこに行ってくださいっていう話ですよ。善悪なんですから、好きなレーンに行けますから。メンバー固定じゃない、多分メンバー飛ばしてる人。いやーなんかあるらしいじゃん、公園のさ、お見送りもハイタッチの時代あるらしいよ。飛ばしてくる人とかいるらしいよ。いたらしいよ。怖いなー、そんな強く当たらないように手を添えます。イエイ。誰とレーンが一緒になるんだろうね。ハイタッチか一緒なの知らん、やったことないし。善悪行ったことはあるけど、疲れてる、肩叩きしてほしいですね。嫌です、私も疲れてます。そうね、5期生からは多分ね善悪初めてじゃないかな。釣り予定はないの。ないです、釣りません。だって私釣れないもん、多分私じゃ。私はそんななんか多分握手とかで釣れるタイプじゃないと思う。普通に話して面白いなとか、なんか MC とかでこいつおもろいなぐらいで、多分その好きになる人はいても、多分その握手で握られてえ好きとか、多分その一目惚れとかそんなのじゃない、するタイプの人間じゃないので、てかそういうことされるタイプの人間じゃないので、だから別にそのなんかハイタッチのところを握手にして釣ろうなんてことは思ってないです。私はもう一回お願いしますって言ったらどうだろう、わかんない、気分次第。レーンのラストにいてほしい。分かんない、誰となるんだろうね、そもそも。うん、初めての試みなので分からないことがたくさんありますからね。AKB 議事お見送りの最後がミルキーでハイタッチなのに両手恋人つなぎさえ連れしないました。いい話じゃん。なんか推しメンがそれしてくれることを願うしかないね。意思善悪な、善悪あったけど、善悪権はあったんだけど、善悪っていうものが開催されることはなかった、そのコロナで確か。ハイタッチでチョキ出して勝ったってやってみたいな。動いて殴ってやるよ。あん。はい勝ったって言いながら。めっちゃ怖い、乱闘騒ぎみたいなやつ、私の連だけ。
だよね、3引き2とか意思は確か入ってた。ループするね、よろしく。そんなグリーン来たグリーンパワー、そんな反応速度ないっしょ。しかも何回したくらいだか分かんない、どのくらいやったんだろう。てか雨が降り始めちゃったね、やだな。明日から、てか今日から梅雨、もうやだ。梅雨もういいよ、もういいっていうか今始まったんだけどさ。え、でも梅雨が始まって一個だけ嬉しいのは、あのココテンのレディオネームの用紙あるじゃないですか。あれが本来なら6月入って割とすぐにこうなんか巣に入るから、だからあのカエルさんとかの絵にしたの今回、傘とか。なのにさ全然梅雨来ないからさ、一生あの髪を変えれないっていう。そう、早くなんか夏しよう、新しいの描きたいんだけどそう梅雨終わんないから、てか始まってもなかったからずっと髪を変えれなくて、やっとですよ。梅雨に入ったんじゃない、だって今日公演終わって雨降り降ってるの見たから。今日入った、なんか沖縄も入ってたらしいね。電話券合わせて29枚ありました。お、いいね、楽しめそうだね、そんだけあれば。浅草にはやまたまる、それはもはやなんか梅雨じゃない気もしてくるね。どうなんだろうね。うわ待って、チョコレートが食べたい、でも家にチョコレートない、でもチョコレートが食べたい。雨降ってるからさ買いに行きたくないんだよな。これと、ウーバーしたい、ウーバーはいいかな。うわ、いつもだったらね、だいたいキットカットをね、あの入れてんのよ冷蔵庫の中に。なんかチョコ食べたくなる時あるから、そういう時につまむようとして入れてたんだけど、なくなっちゃってた。うわー、チョコ食べて、板チョコもないしね。今ね冷蔵庫ねあんまないんだよね、物が。アイスも多分チョコないしな、最悪。髪伸ばしたくない。私逆になんか TikTok でショートカットのめっちゃ可愛い女の子出てきて髪切りたいなって思った。しかもこのぐらいに、なんかボブじゃないけど、ボブとボブほどあのなんかなんていうの、丸っこくない感じでもなんかなんていうの、こう可愛らしい感じの、めっちゃいいなって思ったけど、でもまあさすがにちょっと切れないかな、すぐには。ショートカットいっぱいいるからね、今いっぱいはいないか。通りもあんこじゃないよ、なんか茶色いあんこではない。あれ美味しいよ、めっちゃ。チョコレートがないと何でもいいわ、美味しければ何でもいいわ。20から30まで福岡ずっと雨って横で、うん、やだねー、それめっちゃやだわー、リノもやだわー。よりくらい、いよりぐらいだね。そう、ボブね、でも私も HKT 入ってやったことないし、大人だってやったことないから、まあだからいつかね、いつか来たる卒業の時にやろうかなぐらいだね。卒業したら、まあ、だからみんなは私のボブは見れることはないかもしれないですけど、
まあ、いつか人生でもう一回ぐらいやりたいなと思ってる。学生の頃はね、可愛い系っていうよりスポーツ系だったから、スポーツ系のボブっていうかショートカットだったけど、やってた。中学生の時とか、なんかボブにできるエフェクトとかないのかな。髪型なんかいじれるエフェクトみたいな。姉ちゃんにちょっと似てる TikTok の動画見つけた。 TikTok で有名な人っぽい。悲しい、やめろ、リナが全然有名じゃないみたいな。正解だけど、こら、AI 美容師、これを OK して、あ、すごい、なんかこんな感じで試せるんだ。ちょっと待って、めっちゃおもろいミスマッチでめっちゃ面白い何かちょっと似合わなくておもろいなねえ、何これ、ねえ何これ何これ、めっちゃおもろいんやけど、雑か、なんかすごい嫌だこっちが、こっちなんかおもろいわ、すごいヘルメットみたいになってる、誰マジでこんな感じになるならちょっとやめとこうかな、ちょっと面白いな、さすがにそれな、毛量多いよね、なんか違うね、毛量多すぎるね、すごいヘルメットみたい、また髪、髪型、あ、髪型こっちはショートないな、このアプリは。ダメだ、さすがに面白すぎるな、ダメです、ちょっとやっぱ切ってみないと分かんないわ、そこまで短くしたことない、いや学生時代はあるよ、じゃあその今はないかなって感じ、 HKT 入ってから、高校生もないな、短くしたの。髪伸びたからこうやっておでこ出しするようになったけど、だけで短かったら多分しないしね、でこ出しなんて。眉毛はね、めっちゃ綺麗に頑張って描いて、この辺の剃ったけど見える分は全部消してる。いや、眉毛剃りすぎてたまになんかなくなるときある。この辺もほぼないの、眉毛。悲しい。そう、たまにはデコ出しもありだなって。目撃者でもデコ出ししたいな。目撃者の衣装合いそうじゃない、デコ出し。なちゃん、梅雨の時期は髪がぺたんこなし、言うほどかな、
毛量が少ないから、そもそもそんないつもさボワってなってるわけじゃないじゃん。剃りすぎ、そう剃りすぎちゃうの。なんか細めが好きだから私眉毛は。太いと、私の場合、私は太いと芋っぽくなっちゃうのよ。逆に太い方が垢抜ける人もいるんだけど、私は逆に太いと芋っぽくなっちゃうから、細く細くしようと思ったら、あれなんかあんま眉毛がないみたいな時あるの。気をつけないと。昔細い眉毛、そうね。え、そうだからリンリンとかはさ、ちょっとさこう太めな眉毛だけどさ、めっちゃ綺麗じゃん、美人さんじゃん、似合ってて。ただ私はこうちょっと眉毛は太めだとダメなのよ。22デコ出ししてもいいけど、またデコ出しかってなっちゃうもん。多分デコ出しするならこの髪型だからな。これストレートたくないかな。で、あや。初めまして。初めまして。今の眉毛綺麗でしょ。でもちょっとね違うんだよ、高さが。こっちの方が高いんだよね。なんかね、目と眉毛の間の広さがね、左の方が広いの。みかの目が細くなった。え、わかんない。最近似合ってないのよ。全然デコ出しはしにくいもことになります。そう、あんまり気にしてはないかな。うん、三人リノちゃんと普通に遊ばしてほしい。え、リノちゃん生誕祭なのにリノちゃんの髪型をあなたが指定したらダメだよ。それは知りません。リノちゃんに聞いてからやります。僕をドキドキさせるのは大したもんだ。誰だおめえ。すごいなんかあれだね、私が最近よく見る転生もののなんかちょっと俺様系王子みたいだね。ムカつくわ。今月のここ展は今日で一旦終わり。あ、来るのがってことね。びっくりした、もうないかと思った。セット22あるもんね。ハーフバースデーの日聞こえんか。ハーフバースデーの日が、それがリノの生誕だよね。ちょっと感じ。なんか私あれがめっちゃ見たくて、なんだっけ、あのお一人様にはもう慣れましたのでみたいな。転生系じゃないんだけど、これはなんか面白そうだなと思って Google で調べたらなんか出てきたので、小説の方、小説っていうか文字だけの方で見て、普通におもろかったなって思った。 TikTok だいたいね、私がこういうの見るときで TikTok のなんかその漫画紹介みたいなので出てきたやつなんだよ。オチが結構良かった。良かったっていうか、まあいいのか悪いのか正直わかんないけど、物語的には多分胸クソで、胸クソまではいかないけど、なんだこの男で終わる人もいると思うし、逆に普通に、あ、なんか最後はまあこういうことだったのが良かったのかなって思うこともある人もいると思う。私良かったなって思った。去年はハーフバースデーに、ハーフバースデーなんだからタオ投げてて、ハーフバースデーですからね、お祝いしてもらわないと。それは今日ね、お洋服買ったんだ。久しぶりにお洋服買った。そんなことはないか、それはそうだわ。ファンの人がね、ハンカチくれたの。私が好きな、好きって言ってたこのファーファー、違う間違った、なんだっけ、フェイラーみたいな名前のとこのハンカチ、かわいい。猫ちゃんじゃん、見て、猫ちゃんとイチゴ、かわいい。そう、優しい、これ欲しいって言ってたのくれたんだね、ありがとう。
ありがとう。今くれた人のお手紙見て誰からもらったか分かった。ありがとう。あ、猫ちゃんが取れちゃってる。お姉さんと相談して本当ありがとうね。今日はリーフリップで2枚買いました。あ、領収大事。うわ、すごい昆布みたいな匂いする。昆布ってご飯ですよみたいな匂いがする。真っ黒。じゃん。1個目はこちら。肩がこう、片方がこうやって落ちてリボンになるやつ。逆かな、上もこっちかな。だから右は普通の肩なんだけど左はちょっと肩落ちてて片方がこうリボンになるやつ。かわいい。なんか普通にこうなんかおしゃれっていうか遊びに行くときも着れるけど普通に何もない日にパッて外出るときに着るようなやつも着て、それを買いましたけど。意外とまとめた。でもこっちは割とおしゃれ寄りかな。もう一個の方小さいな。でもフリーサイズだよ。多分ピチッとっていうか、まあ普通に体に沿う感じで着るやつだと思う。もう一個はちょっとおしゃれというかビジュー付きの星のやつ。すごい。多分集合体恐怖症の人は気持ち悪くて仕方ないだろうね。キラキラ付きの星。これ何にでも合うよ多分。店員さんも着てて、もともとこれね海外サイズで見つけて可愛いなと思ってた。買おうかなと思ってたらまさかのDフリップにあったから、まあ、海外サイズで買ってたら半額くらいで買えたんだけど、届く時期も遅そうだし、うん、先にこっち。でもこれ目すぐ取れそうだよね。全部縫い付けようとしたらめんどくさいけど、これって、いや、星全部星じゃない、これはビジューですね。キラキラ。ネット通販はあんまり買わないかな。言うほどは店舗が福岡にないものは買うけど、うん。デコ出しはあんまデコないね。だってデコ別に汚くないし、私ニキビがそんな予想できないから。ブレるだけ。まあそうね、グレイルが割と多いかな、ネット通販だと。話せれば、話せればね、いや、言うほどだね、新しいの買わんといかんの。いっぱいはないかな。あとその白の3個入りのやつが2セットしかないなと思う。スナイデル店舗に行くかな。実物見た方がまあそれはいいなと思うんだけど、よっぽど本当にデザインが好きで買いたくてみたいなやつはネットで買う。でも基本はマジで見てから。カチューシャはこの、いや、もうカチューシャ好んでしないとかじゃなくて、カチューシャはしないですね。似合わないもん、頭の形的に。カチューシャするとね、頭が長く見えちゃうんだよ私。スタンテル大体金額オーバーするからね。たまにいるんだよね、でもスナイデルの中でも。試着はしない。よっぽどじゃない限りは。だって大体入るもん。色とか迷って試着することはあるけど、どっちにしようとか。でもサイズで試着をすることはないかな。強いて言うならデニムとか買う時ぐらい。この前グレールでデニム買ったら本当に臭くてびっくりするぐらい臭くて本当に。女優帽かぶんない。本当にびっくりするぐらい臭くて、あのね、とりあえずその袋から出すじゃん、何の匂いか分かんないの。出すじゃん袋から。で、まあ、
その時点でクソって思ったから、洗濯先にまずしようと思って、何臭いか分かんないの。でもなんかデニムの臭い、もうとりあえずもう本当に臭くて、で洗濯しようと思って洗濯物カゴのとこに置いてたの。そしたらもうカゴから臭い匂いがもうずっとして、あやばいやばいと思って、1回目の洗濯終わって2回目の方で洗濯するときに、もうあのオキシクリーン入れて洗ったよね。それでも若干匂いがあって、多分今わかんない、今干してるからどうなのかわかんないけど、ほんと臭くてもうびっくりしちゃった。臭いってなった、本当にマジでびっくりするけど、本当に臭かったの。臭いってなった、久しぶりにあんなに鼻がもげそうな匂い嗅いだわっていうぐらい、びっくりした本当にいやわかんない。だからそのさ、しかもその時に柔軟剤を変えた時だったの。なんか新しい匂いしてみないなと思って変えて、1回目洗濯した時はその臭いデニムなかったからめっちゃいい匂いだったの、あいい匂いじゃんってなったんだけど、2回目洗濯したその臭いデニム入ってたから、オキシクリーン入れたとはいえちょっと匂いがやっぱ違って、全部の洗濯物が臭くはないんだけど、いい匂いになったんだけど、上品なブランド、あいやグレイルよグレイル。だからもう本当にあんなクソデニムがって思いながら、でもデザインは好きだから、もう一回ぐらい洗濯した方がいいのか分かんないけど、いや違う履いてないの、履いてないんだけど届いた時にはもう臭かったの、本当に。おえとはなってないけど、うくせって感じそっち、どっちかだと思ってもうくせって感じ、びっくりした。まあでもデニムって本当にね、あの変な安いサイトとかで買ったやつって本当に臭いの多いから、気をつけて、ちゃんと洗濯してから履いた方がいいよ、じゃないと本当にやばいから、うえーってなったりするから、買ってみな。じゃあ匂いたい人は本当にくせえから、まあでも大体多分半分以上はもう取れたから匂い大丈夫なはず。何の匂いなんだろうね本当に。匂うために買うの、いやいやもう本当に匂い嗅いで、そのさ匂いたい匂いたいっていうぐらいなさ、もう嗅いでいただきたいわもはや。でもなんか最近さ、そのなんていうの、最近リハばっかで全然さ遊びに行けないからさ、可愛い洋服いっぱい着れないっていうのがちょっと寂しい。煮沸消毒、いやだからそもそも洗濯、その臭い洗濯する前にさ、なんか一回ちょっとなんか普通にオキシで一旦重曹とかでさ一旦それだけで洗えばよかったなって思った。色移りとか全くしなかったんだけど、ただ臭かった。洗濯機は大丈夫だと思う、匂ってないから、今のところなんかこう匂いがするわけではないから。グレイズ、あ、違う、グレイル、グレイルはあの流行ってるとかじゃなくて安い、めちゃくちゃ安い、服1枚2500円とか、なんなら1700円とかがあるぐらい。そうだから割とこう安いし、まあ割と最近流行りのデザインとかを取り入れてることが多いから、まあそれにだからこそ当たり外れは結構大きいんだけど、でも当たれば安くて可愛いっていう、まあ、外れても値段的には仕方ないかっていう感じだから、まあ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 、なんか結構メンバーとかも着てる人多いね。流行りのデザイン着てみたいけど似合うか分かんないっていう時は大体グレールとかで、一旦なんかこういうデザイン流行ってるよねで買ってみる人もいるかな。まあ、私ちょっと人気ブランドのデザインをちょっとパクって完全に一緒じゃないんだけど、若干変えて、しかも結構安く出してたりするから、それで買う人が多いっていうのも一つかな。あの一回訴えられてるらしくてニュースになったこともありますけども、まあそうね、多分ブランド側からしたら参考にしてって感じなんだと思うけど。
デザイン重視。まあ私は割とブランド重視したい派なんですけど、ただそうしてくるとお金もなくなってきますので。ただやっぱその安いとこより普通にお値段するとこの方がスカートの形だったり、そのウエスト、ワンピースのウエスト部分のし絞り方だったりとかがやっぱ値段する分あるなって思う時は結構多いかな。そのとりあえず握手会で服同じのを着たくないからあの 買い足しますっていう分にはすごいいいんだけど、そういう時とかにはなんかそんないっぱい着ませんとか、ワンシーズンだけですとか、そういう時はいいんだけど、そうじゃなくてずっと長く着ていきたいしとか、そういうのだったらまあちょっと違う、ちゃんとまあある程度値段した方がいいかな、するのを買った方がいいかなとは思うか。生地とかもそうね、やっぱ柔らかさだったりそういうのは違うかな、持ちが良かったりとか、大体まあワンシーズンで終わっちゃうイメージはあるね。ヴィトンやらシャネルの服を着てみたい。私はね高いねあのハイブランド T シャツを着てみたい。なんかそれ着るだけでおしゃれに思えそう自分の中でなんかわかる、言いたいこと。なんかさハイブランド T シャツ、例えばなんかバレンシアガとか書いて T シャツさ1枚そのほんと白 T にただバレンシアガって書いてるだけだけど、なんかそれ着るだけでなんかちょっとさこう気持ち高ぶりそうじゃない私バレンシアガの T シャツ着てますけどみたいな、一回ちょっと着てみたい、そういうなんか。いつかなんか一枚だけ買ってみたいな、そういうの。DRAとか。買ってみたとだって思ってたより生地が薄かったら、あ、全然ある。アウトレットなコーチなんか、なんかコーチの前さあのなんかミッキーとか乗ってるやつ可愛いなって思ったけど、今はちょっと違うな、年齢的に。カルバングライン、そうね、カルバングライン確かに欲しいな。カルバングラインは部屋着のズボンも好きだし、あの辺はいいよね。やっぱ挙手会でファンの私服も見る、見ない、だって私のファンの人の私服あんま見ないもん。オタク清掃をしてきてくれるから。でもなんか最近さあれだよね、なんかサッカーのさユニフォームっぽいさデザインの T シャツ流行ってるよね普通に。今日めっちゃカルバンくらいにです本当。じゃあ買ってきて10万の本革？そんな高いの持ってんの？すげえ。リナが一番多分持ってて高いものって言ったらアクセサリーとかそっち系ね、おしゃれとして持ってる高いものって言ったらディオールのネックレスじゃないかな。それ以上に高いもの持ってないと思う、そのおしゃれ系と言ったら。美顔器とかまた別だとして、女の子に服をプレゼントするときは気をつけた方がいいことはあったりしますか？でもあんまりあれなんじゃない、お洋服プレゼント自体もそんなにいいものじゃないと思う。一緒に選びに行くとかそっちの方がとか、これ欲しいとか言ってたらあれだけど、なんか自分の趣味も多分半分出ちゃうから、服はねプレゼントはなかなか難しいと思う、アイドルじゃなかったら。スプリームの T シャツ、ステューシー DC ブランド、 DC ってなんだ、寝ぼけてカートのやつさん2万5000、高えメンバーへのプレゼントってしていいの？あ、規則にのっとればプレゼントは OK です。てかもらってるしファンの皆さんに劇場に送っていただければって感じですね。
詳しくは公式サイトをチェック。20万のリュック、たけー、どこのブランドやそれ。車くらいあげるの、普通にそのだから値段だと思う。値段、服は例えば肌着とか下着とかアウトだけど、その普通の服でその税込み1万1000円以下、あまりにも例えば露出が激しすぎないとかだったら OK なんじゃない。このブランドだからダメですとかないと思う。メンズの服でおしゃれだなって思う服装な感じ。 T シャツに普通にデザモンを履いてて、その T シャツの上に半袖シャツの羽織物してるのが好きかな。夏はりのちゃん4周年配信で2万円、あれりなも買おうと思ったんだよ、あれの黒。でもさ、もうないからさ、もう海外サイトで買うしかないんだよ似たの。肌着なぜかそのなぜヒートテックは OK なんだよ、まあ、ヒートテックって肌着じゃなかったりするしね。露出激しいのダメ、いやダメじゃないかもしんないけど、例えばもう胸しか隠れてませんよみたいな多分お洋服だったらアウトじゃないと思って。水着とかも多分ダメだし。服って誰がチェックする、マネージャーさんとかじゃない。ふんどし、ふんどしってプレゼントしてくる人いるのかな。折り返しの連絡なければ OK。 そうだよね、なんかさ、私すごい不安なことが一個あってさ、あのインスタですごい可愛いなって思うあのハンドメイドのアクセサリーを作ってる方がいて、私がめっちゃ可愛いなと思ってフォローしてたので、なんかいいなって思うとこいいねとかしてたら、その方が気づいてくれてて、その方多分福岡で活動してるんだけどみたいな、でなんかここでなんか送ってくださった DM、 なんかいつも見てくださってありがとうございますみたいな、ありがとうございますみたいな、なんかぜひこれいいね押してくれてた、これなんかつけていただきたいんですけどみたいな、え本当ですかみたいな、嬉しいですって、それでなんかプレゼントとかできるんですかって言われたから、まあそのこうこうこういう基準があってみたいな、そうこれだったら大丈夫ですみたいな、そしたら送り先どこですかって言われて、その事務所の送ったのいつものみんなが送ってくれるプレゼント、それであ本当にですかみたいな、ありがとうございますみたいな、なんかすごい可愛いし私好きだったからつけ、もうなんかもし届いたらすぐつけたいですみたいな感じのお話をしてたんだけど、結構前の話なのよ、これが結構前の話で、結構お忙しそうな方だったので、それで発送したらまた連絡させていただきますって来たから、あ本当ですかありがとうございますって送ったんだけど、そっから全く連絡が来なくなっちゃって、でも投稿はよくしてるんですよ。だから多分そのシンプルに多分忘れちゃってるのか、そのなんかがあって検品検閲ダメだったのか、私そこが気になって、なんかその別に忘れてるのかな、仕方ないのよ、忙しそうだし、結構なんかそのいろんなこうなんていうの出店とかもしてる方だったから、また私も今多分インスタフォローしてるから見れば見ようとも見れるから絶対言わないでほしい、本人とかになんかその送らないでほしい、絶対送らないでね、そんななんかまだ送ってあげないんですかって絶対送んないでね、マジで本当にぶん殴るからね、そんなことしたの。いや普通にそのだから別にそのさ送ってないの送ってないのそれはそれで全然いいのよ、だってまあ仕方ないじゃん人間、ただその怖いのが送ったけどこっちが何かしらの理由でダメだったで、こっちは送ったのに全然つけてくれないな、連絡もないのって思われてないかがすごい心配で、ずっとだからむしろそれならもう忘れてるだけであってくれと思って、そう、いや自作のアクセサリーはダメとかじゃないです、実際だって私のファンの人でもこう自作のなんかいろいろ送ってくださる方とかもいらっしゃるから、ハンドメイドのものとか、そうだから別にそのむしろ忘れててほしい、それならなんか送っててこっちがアウトで送り返されてるとか連絡いってるけど向こうは気づいてないとかじゃなくて、
だったらいいんだけど。え、そう、でもさ、そう、発送したら連絡しますねって来たから、ありがとうございます、お待ちしてますみたいな、楽しみに待ってますみたいな送ったから、そっからだってさ、こっちからさ、なんかすいません、まだ送ってないですかとか言うのもなんかあれじゃん。そのプレゼントだよって、1万は超えないです、その方が販売してる値段的に。そうだからさ、こっちからなんかさ、まだ送ってもらえないんですかとか言うのもあれじゃん。そうだって本当はさ、商品のものをさ、なんかせっかくならつけてくださいって言ってプレゼントですみたいな感じだったからさ、だからさ、そう、だからさすがにこっちから言えないじゃん、もう送りましたかとかさ。いやでもさ、たまにさ、ファンの方でも気づいてない人とかいるじゃん、 NG だけど、その NG だったけど連絡来なかったですみたいな人たまにコメント欄にいるから、だからもしかしたらそのパターンもあるかもしんないじゃん。だったらさ、こっちがさ、もらったのにつけてもないみたいな感じになってるかもしんない。それが怖くてさ、めっちゃ怖いんだよね。そう、めっちゃ怖くて、むしろもう本当にもう忘れててほしい、それなら。そう、でも向こうから送りましたって連絡がないってことは多分忘れてるんだろうなと思って、それはそれでもうそっちの方がむしろいい、むしろそうであってくれ、逆に。で、怖いじゃん、なんか申し訳なくない、もしそうだとしたらさ。それならさ、向こうが忘れてくれてた方がさ、まださ、別にさ、それは仕方ないじゃん、買いに行くしか、え、気まずいでしょ、だとしたら。ね、え、だからそっちで会ってくれって日々思ってる、私日々心の中で頼む、そっちで会ってくれって。でもすごい可愛い作品だから、NG だったらさ、大体は電話とかメールとかで、これはこうこうこういう理由でダメですので、あの、送り返しますか、どうしますかっていうのが多分連絡が来るはず。でもほんとすごいね、手作りでセンサーでしてて本当にあるもんね。私もね、リトグリさんのね、その応援っていうか追っかけみたいな、リリーベとか行ってた時代、やっぱハンドメイドすごい得意な子とかいたんですよ。そのなんていうの、イヤリングとか作れる子、やっぱその子が私の推しメンとかにプレゼントとかするんですよ。めっちゃ上手だから、その人もつけるんですよ、やっぱ私生活で。でそれで、これファンの子が作ってくれたんだみたいなのしてるのって、わ、いいなーってめっちゃ思ってた。いやすごいよねーみたいな。送り返す、取りに行く、覇気の三択、あ、大体そうだよね。でも私何回も出ました、バックね、多分プレゼントさん3つ上届いたかどうか分からない、諦めてる。まあでも本来プレゼント届いたって聞いちゃダメだからね、聞いちゃダメっていうか、そう、こちらとしては本来は、いや、もらいましたとか、あんまそんなのはおぴらに言うものではないんですよね。やっぱ気持ちとしていただいてるものだから、私こうね、本当だから、そういうのあんまりね言うべきではないんですけど、私は結構言っちゃうから。だから本当は届いたとかもあんま言わないんだよね、私は言うけど。眠くなってきた、みんな。聞いちゃう、ダメです。寝ていいよ。何時からやったっけ、私配信1時間経った。最近ね、もう体の不調というか、不調って言うとなんか体調不良みたいなんだけど、そういう意味の体調不良の不調じゃなくて、シンプルに不調なんだよね。
そう、なんか疲れが疲れやすすぎて結構しんどいんだよね。オンラインは大丈夫、聞いても。今日も体に力が入らなくて困ったんだよ。とりあえずランキング読もうかな。13位、インビジブルマンさん、ありがとうございます。12位、にゃんこ先生、ありがとうございます。11位、しゅんくん、ありがとうございます。10位、長次郎さん、ありがとうございます。9位、とみさん、ありがとうございます。8位、たかさん、ありがとうございます。7位、ちえんさん、ありがとうございます。6位、すぼんてっちゃん、ありがとうございます。5位、てんたこちゃん、ありがとうございます。4位、ともちゃん、ありがとうございます。3位、えいかさん、ありがとうございます。2位、せっぷくさん、ありがとうございます。1位、ビビさん、ありがとうございます。税込み1万1000円台だと月に長い。そうそうそう、1回に送るものがじゃなくて1つの品物に月だから多分。ありがとうございました。スワロのなんか欲しいな。最近スワロでめっちゃネックレス欲しかったんだよ。じゃあ皆さん、あ、そういえば誕生日やった。おいおい、危ないじゃないか、忘れるなよ。おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアトジローさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。危ない、リナが寝てしまうとこだった。おめでとう。じゃあみんなおやすみなさい。明日はリハ頑張ります。バイバイ。